はい、それでは、今日は何日だっけ ?11 月の24かな ?11 月じゃねえや。5月だ。5月の24日、ブレブル大会、高田ナンバーワンミカと、はい、始めたいと思います。よろしくお願いします。では、スタートボタン押しちゃってください。とりあえず、ここの動画内の方の1回戦は、暁ノール VS 第一アラクネということになっております。で、じゃあ次の試合の方の呼び出しもしていきましょう。番組使いの高菜さん、番組使いの高菜さん、こちらの方までよろしくお願いします。で、それと木崎宮千早さん、あ、そちらから、あ、高菜さん、そちらの方です。木崎宮千早さんとのチームになりますのでよろしくお願いします。それに続きまして、荒くね使いの地雷さん、地雷さんいらっしゃいますか。荒くね使いの地雷さん、いいねや。あ、そうですか。じゃあラブナ使いのアンデさん、じゃあとりあえず先にじゃんけんだけしてもらっちゃって大丈夫ですか。今日の形式は勝ち抜き形式の後決め権ありです。で、それで空いた方の兄弟でお願いします。さあ、次の呼び出しましたところで実況の方に行きたいと思います。こちら第一アラクネ VS 暁ノール、三振まで入れ込んでしまって、まずはアラクネが1本先取している状態。ロケル落としてダメ足、さあ食い出して出ないか。アラクネノールはなかなかノールが厳しい相性と言われていますが、これ中段が通る、中央からハイダー繋いでいって、これ 6C 漏らしてしまう。ゼロベクトル出されて、これ走っていくまでのジャンディー引っかかってしまい、ラックインコンボ、青ビートラが画面走れ、これ補正に行く前転受け身でギリギリ漏らしてない。これうまくジャンプ 4D を使って平野に両避けていくが、ロケット押す、空投げ、コンボで回したいが落としてしまう。サイド中段から戦い、体力差はなく、おっと中段を通ってノール側がコンボ落として、こっからどうなる、ロックエタイクサイド、ロックエタイク残り時間少ない状況で通りが通る、しかし時間が間に合わない。まずは暁さんのノールが一本取り返していく。最終ラウンド画面足で荒くねがジャンビー指導でラックインゲージを増やしていきたかったが、中段通る、さあラックイン状態、若干シームシが早かったかな。ギラの選択肢しっかりと繋いでいく。ノイルはバーストを使ってしまって、画面端だとガールプライマーも厳しい、ニーシーシローインバースで今シキル勝利したのは第一アラクネ